カスカしてって言ったはずがココナッツの何か凍ってますね。もういっか。きついな。きついなこれ。皆さんこんにちは、尾崎彩子です。本日もサイチューブをお送りしていきたいと思います。今日はね、私たちやっぱりあのハワイの初心者っていうことなので、ハワイにベタベタなところ行きたいんですよね。なのでちょっと今回あのいろいろ調べてみたら、大体の人がもう高評価、ベタ褒め、絶対に行った方がいいと言っていたポリネシアカルチャーセンターに向かっております。ツアーで行く方が多いらしいんですけど、我が家あの夫婦きってのコミュニティ障害を持っているので、あんまりツアーとか嫌なんだよね。うん、嫌だね、嫌だよね。あとツアーがやたら高いのよ。だからあのチケットとディナーのビュッフェと、あとショーの、この3つがついたやつで、多分日本円にすると今の時点円安なので7万円ぐらいするんですけど、まあ、ちょっとそれを買って昨日予約したんですよ。前日予約で、もう本当のトパで、ね、行ってみたいと思います。というわけで初心者なりに楽しんでいこうかなと思います。それではおさえ YouTube、 あった、来ました。ドラえもんみたいに言うな。来ましたが、もうなんかまだ入り口入ってチケットとかね、あの出したりしてないんですけど、なんかたくさんいろんな店があって面白い。食べ物屋さんもあれば、まあ雑貨屋さんとかねたくさんありますね。もうここだけでも全然飽きないね、お買い物。これだった？え？なんていうお店だった？ハウンダーズ。ハウンダーズお店に入って、ね、お腹すいたね、ご飯食べよう。あ、お腹すいたわ、よかった、オッケーオッケー。もうちょっとさつまいも、じゃあまあちょっと9ヶ月ですけど、ちょっと食べが悪いのでこれなら食べるかと思うよ。ちょっときな粉混ぜると食べるんで、きな粉持ってきてます。濡れてるじゃん、いいよ。あとはこの怪しい粉、これね野菜パウダーですけど、これをお湯で溶かします。チーズパスタ。チーズパスタ。パスタ。またまたピザ。いただきます。あなたにはパンあげます。耳がかりなんだよね。好きね、そこね。前髪遊ばれております。お疲れ様でした。ご飯は食べ終わったので、いざ。はい。はい。はいはい。ポリネシアンカルチャーセンターに入りたいと思う。これがあの有名な人なんだよ。私指ないのよ、3本。こんにちはーって。何？それチケットよ。入りましょう。3本の指がないの？そう、3本指がないけど、アロハはさ、3本の指なくてもできるじゃん。それであのアロハのポーズは有名になったんだって。確かね。うろ覚えです。あ、入りました。はい。とりあえずカヌー乗りたくない？ねえ、カヌー乗ろっか。船。アロハって言ってくれるね。楽しい。気持ちいいね。目が合う前からアロハって言ってくれる。赤ちゃんも乗れるみたいですかね。ベイビーオッケー言ったらオッケーって乗ります。楽しみだねこれ。待ち時間中に餌をもらいました。フィッシュにね、お魚にご飯あげていいですよって、どうぞって。ほら、いや全部あげた気に。来た来た、楽しいね、楽しく待てるね。シャボン玉もらったね、待ってる間。優しいね、ここ。子供に優しいって有名なの、ね、優しすぎる。優しい、めちゃくちゃ優しい。ベビーカーを積んで動き出しました。なんかすごい平和な気持ちになる。なんだろう、すごい穏やかな気持ちになる、この揺れ。結構ギリギリよ。あれ、自分で漕ぐタイプもあるんですね。だって後ろの人もちょっとサボってるもんね。どこに着くかわからないのに乗ったので、かなり遠くに来てますね。端っこに行くのかな。あ、無事ベビーカーが生還です。よくこんなの乗せたな。言ってくれればちょっと荷物持ちやすいようにしたのに。すんごいグイ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 来るね。なんか間に知らない子が入っておりますが、こんな感じで釣りもねタダでやらせてもらえるね。釣れるかな。お、魚はいいんじゃない？魚はいるんだけど、多分、うん、みんなくれるからお腹空いてないんだと思う。
あ、スタバめっちゃいるけど、ただ見てるだけでみんな。めっちゃいるけど絶対食べないね。わかってんじゃないかな。わきまなのでね、野菜ジュレを飲んで。好きね、それ。よかったね。釣れないですね、これ。多分もう観光でみんなご飯もらってて、魚が腹減ってない感じがすごいです。魚が釣れないので諦めて、ここトンガですね。トンガ村に行きました。ちょっと見てみる？やだ。やだ。そうなんだよね。これ人気らしいよ。やだ。このショー。こんな感じだよね。ショーとかはね、嫌ならしいので、まあ良かったです。それはツアーにしなかったから。絶対別に見ないって言うんだろうなと思ったので。ちょっとアクティビティみたいな感じで、フィジーっていうところに、なんかこう、タトゥーっぽいプリントしてくれるところがあるので、そこに来ました。ウキウキです。これがやりたかったらしいです。ウキウキ、ウキウキ。ミルコタ。扇風機めっちゃいいんだよね。どこにでもつけれるから。そよそよしています。あ、寝そうですね。寝ます。おお、赤いハッピープリンセス1、スイーティー。どれが好き？どれが好き？Yeah. よかったね。マニック？ああ、yeah, the one you know, the queen. Yes. これに。うんうんうん。Wow, it's so cool. Thank you. Yay. 見せてみんな。いいね、かっこいいね。これ洗うと落ちちゃうからね。濡らさないよ、気をつけて。あれ、おじさんもタトゥーが1個増えました。これいいね。顔がサモアっぽいから。なんかすごいサモア人に。これサモアじゃないじゃん。でもフィジーだ。ことにした。おやつタイムもこんな素敵なところで。雰囲気抜群、最高。おやつタイム。おやつタイム。じゃあどれから食べようかな。一番見たいと思ってたサモアのショーが5時でラストが。ちょっと待って。ケン君、サモアのショーが5時で最後だからさ、もうサモア向かってるね。残念、サモアのショー終わってた。サモアのショーは4時半がラストだと。なんかね、パンフレットには5時ラストって書いてあったと。サイト見直してたら4時半ラストだった。残念でした。まあいいや、でもなんか子供たち楽しそうだし。あと楽しみは夜ご飯のビュッフェとショーがの1個残ってるので、それ見たら帰るんですけど。え、何を見るの？最後にショー見るの。ショー、あの人ハリーポッターごっこしてない？上がった。なんか楽しそうだからいいか。はあ、いけるんですけど、子供たちお菓子食べたばっかり、絶対お腹空いてません。パパの出番です。よーい、スタート。お腹空かせるために走ってもらいます。パパはダイエットのため、子供たちは体力を使うため、あれ、走ってください。てて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 て、あれ走ってねえな、あれ。お腹空かしてって言ったはずが、ココナッツの何か凍ってますね。まあいいか、ジュースならいいか。なんか味しないね。味しない。あのパパが買ってくれたココナッツジュース、これすごい、あの砂糖水なのに砂糖の味がしない砂糖水って感じ。あ、すごい、あれ登るの始まるよ、最後に。あれ見たかったですか、もうちょっとだけ見に行こっか。怖っ、すごい、すごいな。でもジェットキッズに旅行でシールを貼る、旅行で買ったシールを貼るというふうに決めてるので、そのシール選びしてます。ちょっとだけお土産とか買おうね。やばいやばいやばい、元祖元祖、ひどいひどい。サモアのおじさんがアロハして。あ、臭くないこれ、臭いな。きついなこれ。天井高っ、めっちゃ素敵。わー、すごい、フルーツの飾り切りが尋常じゃない。すごい美味しそう。すごい、この野菜がこれでもかってほどの、すごいいろんな種類が。お肉食べたい。お肉食べよっか。すごい美味しそうじゃん。え、何ここ、このビュッフェレベル高っ。高っ。ポーク&ビーフもすごいいいですよ、この量。あ、見て、パンもあるよ。パンとあ
タロロールですね。和弁当。わらわろは。あらまあ、美味しそう。これはあとよ。あらやだ、こちらはアイスクリームステーション。あとでご飯の後よ。キッズ、キッズスペースがあります。キユさんここで選ぶ？うん。生演奏。Venga acá, Daisy. Aquí es el mercado.見た目悪いですけど、即席離乳食完成です。なんかね、カンパチを、シンプルに焼いてるだけのものがあったので、ちょっとだけ出汁を入れ、出汁てか入れて、これで溶かして完成って感じで、とりあえず魚ご飯は食べてくれてます。美味しいみたい。これめちゃくちゃ柔らかくて美味しいもんね。あ、欲しいですね、欲しいですね。いただきましょうね。なのでここからショーを始めて見ます。楽しみ。あ、じゃあちょっとこの人のお菓子渡して、詳細。楽しみ。途中出ちゃったね。あの、眠そうだったんで娘が。あ、寝かしてくれたんですね。そう、寝かしてあげました。いないなと思ったら。そうそうそう、なかなかね、音がうるさくて寝つけなかったみたいで。結構大変だったね。そう、それでね、あれだったんだけど、もうあの毛布は抱いてベビーカーでゆらゆらしたら寝ちゃった。あー、眠かったんだね。でもね、このスタンだけね、なんかね、おばあちゃんが優しい。おばあちゃん優しかった。優しかったの？そんなに成長したんだ。すごいね、赤ちゃんだったの。すごかったね、火のやつすごかったね。火をお手々につけてた。そう、ね、お尻で火消してたよね。じゃあその後、多分君がいなくなって最後がクライマックスだったっぽくて、ね、なんかすごい盛り上がってるなーっていうのをちょっと外で見ててね。お手々に火つけて。すいませんね、ありがとうございます。英語で難しいかなと思ったけど、子供たちが今興奮して説明してるぐらい、なんか最後盛り上がったんで、なかなかすごいなっていう感じでした。面白かったです。子供たちもなんかこの人生ってこういう風に続いていくんだなみたいなのが分かる内容だったんじゃないかなと思います。面白かったです。最後私ずっとふっって言ってました。めちゃくちゃ最後良かった。最後の方、子供たちは今あのいなかったパパに対して興奮していろいろ物語話しております。ゆうさんどうでした？よかったよかった。結構あの2人からの質問攻めすごかったですよ。ストーリーの説明を。そう、ドラえもんならあいつは生き返らせられるんじゃないかとか。今の提案も来たの？そうそう、どうか、これはどうかなママみたいなあのご提案をいただきましてあのすごい面白かったです。私も右左から飽きないで子供を見れるってことだよね。あ、いやでも途中むちゃくちゃ飽きてたね。途中ね、途中の過程ね、プロセスがちょっと長いから、ね、プロセスが長いので。本当だ、星が綺麗。まあ一応子供も最後まで見れたね、5歳3歳。私もなんかやっぱり日本語訳は欲しいなと思うけど、ないからしょうがないな。3歳です。言葉わかんなくても見てて楽しめるってことだね。まあそんな感じで楽しみましたね。なんか俺のルーツをちょっと感じたよ。お前サモア人ちゃうから。あ、見てすごいでかいカエル。でかくない？はい、そんなわけで本日のおっさん YouTube はポリネシアカルチャーセンターに行ったよという動画をお送りしました。いかがでしたでしょうか。お楽しさの余韻が首にも残ってるの。これ落とすのもったいないな。めちゃくちゃ気に入ってんだけど。これ可愛くない？これ結構最大級のテーマパークみたいに言われてて、ディズニーとかユニバーサルとかを想像していくとちょっと違う。文化センターみたいな感覚で行くのもちょっと違う。学習しに行くとこでもあるんだけど、エンタメ要素もあるっていう感じだから、まあ、ディズニーとかゴリゴリのエンタメ系のテーマパークと、まあ、なんだろうな、修学旅行とかで行く文化系みたいなのの中間ぐらいかな。なのでまあどっちもいいところも兼ね備えたテーマパークだったんじゃないかなと思います。そのやっぱ良かったなと思ったのは、我が家の感じではツアーにしなくてよかったなと。うん、そうだね、決まってるからね、ツアーって全然違う。そうそうそう、パッ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 って子連れにツアーはきついし、やっぱり子供って嫌だ、これ乗りたくない、これうるさい、これ嫌だとかあるから、まあ、そのツアーで集団行動っていうことを勉強させたいとかっていうわけではなければ、あの個人的には自分たちの足で赴いて決めてっていうのが一番いいんじゃないかなというふうに思いました。エンタメ要素がめちゃくちゃ強いっていうほどでもない
ちゃんとね、民族のね、あの、そうそうそう、生い立ちとかね、そう、民族のことの勉強をしっかりと行える場所でもあるので、それがしかも英語になってて、しかも現在はあの日本語のガイドさんがつけることができないということで、ちょっと垂れてしまうところはあるかもしれないんだけど、純粋にあのあこれ楽しそう、これ楽しそう、これ楽しそうのだけこういうのつまんで、はい、ごめんなさい、うるさいですよね、すいません、楽しめたらいいのかなと思います。それではあの次女が、私が喋るとね、泣くのよ次女が、いつもお前起きてんのに相手しないのかっていう感じで泣いちゃうので、そろそろ終わりにしようと思います。それでは皆さん、本日のさやチューブもご視聴いただきありがとうございました。またご覧ください。せーの、バイバイ。